げづらい。爆風です、爆風。ハリーはグレバリーの5号、ハリスはミヒロ取ってあります。ハリス2号、やっぱエッサントリすごいな。まあメジナがやる気出るまでは仕方ないですね。これでダメだな、ラインが左に吹けちゃうな。これかな。来たよちょっとでかいかもよねえ。メジナであって、あれなんか違うかな、なんか白いな。メジナだな、アイゴだ。アイゴっぽいですね。お、イスズミだ。期待したよ。ほら、イスズミでした。たまになんかバシャってしてたんですよね、海面を。イスズミでした。あれ落ちない、あれ落ちない。よし帰って。オナガっぽいのいますね。だから僕らみたいな城ヶ島あたりでね、ふんわりやすいです。あ、これまあまあ強いですよ。あれオナガかも。オナガですね。オナガですよ多分。マジ強いや。あ、抜けた、切れた。針外れだ。何これ。あ、針が伸びた。いや、今のはパワーすごかったですね。なんだろうね、イスズミなのかオナガメジナなのか、なんかそんな感じでしたけどね。イスズミかな。
けのサイズなんだろう。そんなにこうよっしゃーって言われじゃなかったですね。やっぱ痩せてる浮き舟みたいなやつ。よっしゃ来た。これメジナだな。あるなしぐらいですね。これはいけるでしょう。まあまあサイズあるかなこれ。やっとサイズアップしましたよ。34ですね。この浮き舟すごいですねこれね。もうずっとこんなんです。お、え、いやまあまあありますだけど。うん、32さんはあるある。
39センチですかね。そうですね、39センチ。ようやく釣れました。強いけどな。あ、すみません、これ強いですよ、ほら、見て。強そう。はい、ね。お、メジナだ。よかった。振り上がらないよね。ね、これもまあまあありますね。だけど、そんなにパワーないですね、これ。こう餌食べてお腹パンパン。33センチちょっと過ぎたぐらいですね。持って帰りましょう。いい方じゃないの？おお、いい方だ。やった、やった。食べてる？だよね、あの飲み込んでるとたまにコンコンはやりますよ。うん。メジナですよ、メジナ。おお、メジナだ、メジナだ。メジナですね。イスズミだ。あのしつこさはイスズミの可能性ありますよね。当たりも明確に出た。いい方来たよね。まあまああるしそれ。あ、うまそう、うまそう。いいの来たよ。ら、よし。
初号カンパチの子でしょ。はい、シマアジだ、はい、おー、いいじゃないですか。前よりちょっとサイズでかくなってますね。お、まあまあサイズあるよ、それ。これで大きくなりました。大きくなって、こう美味しい、こう美味しいやつじゃないですか、それ。